昆虫はヘクサカズラ群媒の幼虫。結構いますね。どうも視聴者さん、夏切集めです。今回はヘクサカズラを実況していくよ。この幼虫たちは弱霊幼虫だね。全長1ミリ未満だよ。ダミ撮影用の装備で撮影しているんだけど、葉脈の周辺が軒並みヘクサカズラ群媒に占領されているのがわかるね。あ、それと成虫はこの装備では撮影できないから諦めてね。動かないから死んでるんじゃないかと不安になるけど、もう一段階拡大すると消化管の中の動きが見えるね。ダミに比べると少し動きがおとなしいかな。さて倍率を戻すよ。ぬ、この素早い動きはやはりこれはカブリダニの一種。私の大好きなハダニ科の天敵で、農業などの分野では生物農薬として熱い期待を寄せられているダニだよ。こら待て、ダメだ、操作が追いつかない。気を取り直して、こっちにいるのはアトヘルビラハダニの大イワカムシ。倍率を上げなくても消化管が動いているのが見てわかるね。このアトヘルビラハダニ、私が時々見て回っている江戸川沿いの一角にはたくさんいるんだけど、どういうわけか他の地域では全く見かけないのよね。誰もアトヘルビラハダニの目撃情報を発信しないから、最近ちょっと心配になってきたところだよ。こっちにいるのはオスのアトヘルビラハダニな。第一捕脚が長くて胴体部が一回り小さいから区別しやすいよ。個体数はメスの方が多いから、オスを見つけると少し得した気分になれるね。この歩き回っているのは幼虫のアトヘルビラハダニな。足が6本だよ。待て、まあこんな感じでハダニ科はいろんな成長段階の個体が混在していて、絶えず繁殖し続けているよ。こっちにいるのがメスの成虫な。この子が葉の汁を吸う様子は後で拡大して紹介するよ。今はスキップで。こっちの葉の付け根の部分にいる小さいダニはハダニ科ではないよ。ヒメハダニ科の茶のヒメハダニだよ。成虫でこの大きさ、だいたい 0.3 ミリ未満だよ。肉眼ではギリギリ見えなくて、探すにはルーペかマクロレンズが必要だよ。ハダニ科以上に平坦な体つきをしていて、足も触手も短いよ。茶のヒメハダニの植生はかなり広くて、ヘクサカズラ以外にもアシサンやセイタカアワダチソウからも見つけたことがあるよ。他にもナスや柑橘類、イチゴなども食害するらしいから、今後も何度か登場することになるかな。うん、茶のヒメハダニは消化管の動きがよくわからないな。さっきまではおとなしくしていたけど、撮影のために光を当てたせいで驚かせちゃったかもしれないね。口の先端を葉の表面に突き刺すような動きをしているから食事中だとは思うんだけどね。さらに倍率を上げれば何か見えてくるかもしれないし、撮影方法は随時パワーアップさせていく必要があるよ。さてじゃあ最後にもう一度アトヘルビラハダニの食事風景を最高倍率で見ていくよ。今回はアトヘルビラハダニを押すために動画作ってる感じだからね。ビラハダニ赤のオスはだいたいこのシルエットだから覚えておくといいよ。最後にこれがメスの成虫の食事風景な。すごい、成虫腺付近の消化管が左右にうねうね動いてる。左右の門脳にも葉の汁が出入りして、かなりダイナミックに動いてるのがわかるね。興味が湧いた人はぜひアトヘルビラハダニを探してみよう。ご視聴ありがとうございました。